井さんの愛人、会って話しない？一度会ってみたかったの。奥さんがどんな人なのか聞いたわ。あの人にもう会うなって言ったらしいじゃない。はい。別れてほしいわけ？あなたにだって家庭があるんですよね。あるわよ。じゃあうちの主人とは別れてもらえませんか？どうしたら別れてもらえるんですか？お金必要なんだったら。バカにしないで。じゃあいいわ、別れてあげる。ほっとした？でも浮気の原因はあなたにあるのよ。浅井さんよくベッドの中で言ってた。結婚して5年、あなたは悪い妻じゃないけど女としてはもう見れないって。結婚をゴールだと思っていた女。